寝ちゃ遅くない？遅いね。ね、遅いね。あれから何分だっけ？いるシャイニングシャイニングシャイニング何シャイニングだよ。いつからいたんだ？1分くらいかな。1分、1分もそこでいたの。そうだよ、ちょっとここ気づいてよ、寒いんだから酔ったの自分じゃん。で、今日何？はい、お集まりいただいて。そう、揃いましたね。揃いましたね、はい、揃いました。揃いました。はい、揃いました。今日はホテル行こうじゃないかっていう。ホテル？ホテル？はい、どうしたの突然。ホテル行かれました？ホテル、いや、行かれました？なんかね、目がね、卑猥。目が卑猥ってどういうこと？いや、なんか目が卑猥なの？ダメなの？公然猥褻なの？歩いてるだけで。怖い、ごめん、そんなことない。何行きました？行ってないです。ちょっと最近旅行とか行けてないんで。行けてないですね。はい、行けてないですね。行けてないです。はい、なんで敬語なの？ホテルもいろんなホテルがありますよね。うん、ご想像いただくね。すごいプレゼンテーションしてる。いろんなね、うん、どんなホテルだと思いますか？どんなホテル？一風変わったホテルなんです、今回。私が持ってきたのは想像つかないホテルなので。はい、そのホテルを予約して、うん、行きましょうっていう企画です。雑、もっと頑張って。今回ミニテーマあります。うん、釣り旅行に行く家族が泊まるホテルっていうテーマ。ああ、地味じゃないよ。結構壮大な感じだよ。はい、お父さんお母さん。お父さん。お父さん。違う。今日じゃないよ。そうだよね。後日ね。後日日程調整して。超急に行くって言われても、ね。契約したからね。うん、してくれるの？そう。兄ちゃんが？して。できなさそう。なんかそういうのいつも私に回ってくるじゃん。今日は、今回は、はい、お任せください。おお、ありがとう。頼りにしてますね。まあ、うん。まあ、なんか聞きたいことあるよね。ある、うん、だって今回さ、絶対なんかこうドッキリとかっていう感じじゃないじゃん。いや、今回の日頃の疲れを癒していただくために。あれでしょ、予約したよ、はい、この日だよって言って私しか来ないとかそういうのじゃないよ。いや、そんないじめ、いじめじみたものは。そうだよね、それいじめ。YouTube 的にまずいでしょ。そうだよね、前もってちょっと言っとかないとと思ったからさ。うんうん、ちゃんと来てね。うん、ご安心ください。来るよ、くつろぐ予定で。おー、やった、うん。知らないって。だからめっちゃ早く。知ってるの？時間通り。遅れてんのよ。みーちゃん、なんでここバスターミナル集合？観光客の方とかって多分空港で降りて、で空港バス乗って、でここに着くわけね。まあ、そうだよね。そう、なのでここを選びました。まあ、始まってるわけだ。始まってんだよ。家族、それで釣り旅行に来た。違う、旅行ごっこ。はい、分かった。もう始まってる。あ、了解。そういうことね。はい、はい、ここで問題です、はい。今から行くホテル、こっから歩いて何歩でしょう？なんで言ってんの？歩くの歩くんだよ。だってお金ないから今日。まさかの貧乏。そういう感じだね。何歩でしょう？正解。おう、知らない。知らないんだ。やってみよう。ドーン。こっから、じゃあ何歩で行けるか。あ、まあ、さっきの場所はあっちです。横断歩道渡って諸事情あってここに来て。師匠。そうね。はい。ここからさね。いい、ついてこいよ。はい。かっこよ。せーの。
ションじゃん、普通の。マンションみたいなんだけど、実はホテルなんだよ。かわいい。ウェルカムトゥホーム、ステータス。ステータスさんです。綺麗。ここ新築なんだって。あ、そうなんだ。そうだよ。まだね、もう3時からのチェック。3時 ?3 時なの。めっちゃ早いじゃん。4、5時から早かったのはね。じゃあまだ入れないの。私は釣りに行ってくる。あ、うん。私とお姉ちゃんは買い物に行く。あ、私も、うんね、釣り行ってきた。行ってきたの。行ってきた。今朝。うん。ほら。おお。釣れた。釣れたね。そう。魚処理してくる。あ、うん。じゃあ3時に集合ね。感じね。あ、分かった。じゃあ、じゃあまた先に行ってくる。じゃあ、こちらも鹿児島に行きますか。鹿児島といえば、天文館。だね。よし、歩いていこう。歩くの？歩くの。お金ないから。ごめんだな。じゃあ、歩いて床を行きますか。じゃあこのさ、うんうん、大久保としみじのなんていうのかな、都市伝説みたいな知ってる？え、何何教えて。知らんの。実は、うん、この大久保としみじ像って書いてある文字があるじゃん。あ、うん、書いてあるね。なんかちょっと変だと思わない？なんかずれてない？あ、よく分かったね。そうそうそう、道の字だけがちょこっとなんだけど、よく見るとずれてて、ほら都市伝説によると、うんうん、まあ、道を外れたからみたいな。え、そうなんだ。そうらしいよ。へえ。西郷さんは桜島の方を見てるけど、うん、大久保としみじ像は、うん、なんだ、全然違う方向を実は見てる。え、本当だ。そう。どっかあっち見てる。そうそうそう。でも向こうだもんね。確かに。あっち。そうそうそう。へえ。まあ、鹿児島といえば山形屋。撮影許可取れてないんで一人で行きます。はい、はい、お願いします。っていうわけでお金ください。いいっすか。はい。あ、しかもカード、ありがとう。ビトンとか入ってるからちょっと行ってくるね。いや、ちょっと待って。いや、待って無理無理無理。ありがとうございます。行ってきます。無理です。あ、行ってらっしゃい。落とさないでね。ね、聞いて聞いて。何ピンってひらめいちゃった何今日何ですか今日、うん、おてちんに、うん、猫見ドッキリを仕掛けようっていうのがピンって降りてきた。猫見ドッキリ。猫見を襲う。分かる。伝わる。また悪いことを考えるね。そのためにちょっとね、買い物があるからもうちょっと付き合って。いいよ。よし、楽しみ。みーちゃん、そっち行かないんだけど。カード。あ、カード。え、何のこと。カード、カード。いや、行こう行こう行こう。いや、ちょっと待って、返して返して、マジで返して。おはようございます。今日もとってもいい天気です。いい潮が入ってきてます。さっきちょっと小魚が湧いてたので、結構今日は期待できるんじゃないかなと思ってます。はい、今日の餌です。ぬかとアミエビ、砂と混ぜて海水入れて団子釣りです。メジナとか釣りたいなと思って。それでは早速始めていきます。以前からですね、結構視聴者の方が鹿児島に釣りに行きたいですって言ってくださってて、まあね、県外から来られた方とか泊まって釣り行ってってされると思うので、今回ちょっとみーちゃんグッジョブと思って。あ、沈んだ沈んだ。お、来た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 。
なんか当たりなかったよ当たってるってる言えなかったんだけど、あやった、メジーナ来たあ結構いいサイズじゃん、タモ使わなかったけどほらかわいいやった釣れた、かわいいね。でも結構いいサイズですよねこれ、普通にこのサイズお店に売ってるよ。やったー、いただきます一匹、おー沈んだ沈んだ、来た来た一匹じゃ足りないからね、3人、あ、う、お、ついてる、お、ついてる、あ、ちょっとサイズちっちゃい、サイズちっちゃいけど釣れました。こんだけちっちゃいのにすごい沈むね。やりました。あ、あ、取れちゃう取れちゃう取れちゃう、ダメ。あ、でも結構がっつりかかってる、はい見えますか、はい、結構ちっちゃいけどね、あ、どうしよう、ちっちゃいね、うん、リリースしよう、ちょっとちっちゃすぎ、ひさすぎ、よし、あ、鳥が突っ込んできた、綺麗だね、あ、沈んだ、よし、来た来たなんか当たりないな当たっつるつるないな、あれ、あら、なんか、あ、食べれないのが来ました、フグが釣れました、フグはさばけませんのでリリースします。ちょっとね、目に引っかかっちゃってるのですぐ返してあげよう、痛かったね、ごめんね。ちなみに今日のつけ餌は生意気くんです。お、当たったねー、うーん、走らなかった、いやいや、なんかすんごいちっちゃいのがついてるかな、お、いや、かかってる、あー、ちっちゃいのがかかってる、うん、いや、違うな、あ、いや、うん、にょーにょー、え、黒、黒だちっちゃい、ちっちゃいね、間違えた、チュンチュンだったこれ黒はメジナだよねリリース、お、沈んだ沈んだ、来た来た来た、あ、最初のメジナと同じぐらいのサイズじゃない、おお、タモ使うほどもないかな、お、やったやった、食べれるサイズ釣れたわーい、はい、食べれるサイズのメジナ釣れましたよし、これでこれでみーちゃんの分釣れた、よし、あと私の分、私の分はい、本日の釣果です、じゃーん、メジナ2匹釣れましたよかった、なんか色変わったね、これがオナガなのか口太なのかさっぱりわかりません、どっちだろうね、海から上がってきた時すごい綺麗な青色でしたけど色変わるんだね、なんかまだらになってる、何料理にしようかな、ちょっと考えながらのんびり帰りたいと思います。それでは待ち合わせ場所に行ってきます。これどうやって入るの、これね、ここにあの番号を打ち込んで入る、すごい簡単かな、前もって送られてるの、落としていいのか、おーちゃん最先端これでチェックするの、ね、いいね、誰とも接触しなくて、ドアが開きます、どうぞ、すごい、あ、鍵いらないんだよねこれ、そうだね、行くぜ、ほっ、イエイ
からカメラ持ってて。よし。ねえ、見て。でもさ、なんでベッド4つもあんの？ここね、8人部屋なの。8人部屋？めっちゃ広いでしょ。うん、広い広い。通り広いと思った。そうなの。え、じゃあ8人部屋、うん、おいくらですか、ここ？1人3,250円。おー、めっちゃ安い。まあ、8人で泊まったらの話なんだけどね。え？ということは、ていうかさ、みーちゃん、なんかお金ないお金ないって今日ずっと言ってるけど、なんでそんなお金ないの？それ聞く。こないだ財布落としたの。だからお金ないし、カードないし。だからか。うん。今携帯しか使えない。で、ここを予約したのかな？そう、携帯使えるからね。予約だけはできた。確かにね。洋服いっぱい使えるよ。掃除機あるの？ねえ、結構あれかな。長く連泊して。ああ、そっかそっか。ね、スリッパ。スリッパが本当に8足ある。おおお、めっちゃ広い。すごい広さにびっくり。すごい、しかも洗剤とかある。あ、本当だ。しかもお風呂の洗剤。マジ家だ。しかもめちゃくちゃお風呂が綺麗じゃん。広い。さすが新築。3人一緒に入れるじゃん。めっちゃ綺麗だね。あ、全然入れるね、本当に。おお、え、足伸ばして入れる。ここまで来るとさ、うん、家丸ごと旅行に来たみたいな感じじゃない？本当だね。家だよね。家だね。落ち着くわ。キッチンあるホテルとか、ね、見たことない。お、あ、調理、あ、フライパンもある。あ、調理器具もあるじゃん。冷蔵庫、冷凍庫。みーちゃんリラックスしすぎだからね。もう何してんの？うん、Wi-Fi があるからさ。あ、そうなんだ。そうそう。ピッピッピッ飛んでる。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 でもさ、なんか濃いところの Wi-Fi って遅くない？うん、スピードテストしてみる？おお、してみて。何？何？何？何が？見えますか？うんうんうん。早いよね。どうする今から？何する？まだご飯早いから。うん。あ、お風呂入って。いっぱい引っ掛けますか。いいですね。私、お風呂に2人のもの持ってきた。何それ？超可愛い。ピンクブック、あの、ね、バスボム、パカって出るやつ。あー、中から出てくるやつ。そうそう。でもさ、お風呂に入りながらお酒飲むのもいいよね。いいね。ね、何買ってきた？え、私買ってない。え、私買ってない。買ってないの。え、嘘でしょ。買ってないの。え、すごい見、すごい見られてる。なんだ、私なの。うん。え？え、行ってくれるよね。うん。あ、あ、全然全然さ、ゲームしよう、ゲーム。音？ゲーム。これさ、あの6種類の中からどれか1個が出てくるんだって。うん、だから1人2個どれか被りなしで選んで。うん、外れた人が買いに行くとか、うん、お酒と私の飲み物と、まあまあまあいいでしょう。なんかちょっと不服そうだね。いいじゃん、いいじゃん、ゲームゲーム。せーのでね。あ、ちょっとやめちゃった。いけるよ。せーの。めっちゃ早い。めっちゃ早かったんだけど。せーの、ポンじゃないの。まだ中身出てないんだけど、うんうん、いやでもなんか青っぽいよこっち。おお、あ、出てきた。イエーイ。めっちゃ可愛い。なんかシュワシュワしてないよね。うん、うわ、なんか、ま、青のガチャピンじゃない、出たから。お、あ、出てきた。お、お、ピン、あ、よかったね。だよこれ。ね、勝負するって言ったの誰だっけ？私。やっぱこういうのって言い出しっぺ負けるんだ。そうだよね。やめてくれない。やめてくれない。あ、ごめん、ありがとう。じゃあお先冷やしてる間にさ、お風呂入ろうか。あ、うん。私釣り行ったからお風呂入ってきた。
へ、私も入ってきた実は、みーちゃん入ってきてんの。え、じゃあ私だけ入るの。いや、入る、入るだ、うん、入る、入ろう、入ろう、みんなで入る、せっかく広いお風呂だから、うん、じゃあ入ろう、入ろう。狭い、狭い、お湯がこぼれる、あふれる、あふれる、あふれる、あ、セーフ、セーフ、今、収まった、狭っ、なんかいい感じでフィットしてる、狭すぎ、マジで、はまってる、いいよ、さすがに、ぴったりな感じで、うん、じゃあ、うん、この子いい人いないの、いい人、私にいい人いたら紹介してよ、逆に。すごい、チンさしおいて、ね、私が先に行きたいから必死、必死な感じがするけど、まず私だから結構ね、この間もね、ダンボールにみーちゃん拾ってってね、ねえ、拾ってくれる人大佐藤だよね、佐藤、佐藤、佐藤、ラッキー、めっちゃいた、めっちゃいた、でも私あの動画見たけどコメント欄とかすげえ多かったよ、ラッキー、拾いたいみたいな、拾いたいから、なんか着払いで送ってきた。めっちゃ美味しいんだよね、みーちゃんナイスチョイス、よし、食べよう、食べよう、お腹すいた、お腹すいたね、よっしゃ、とりあえず乾杯しよう、イエーイ、乾杯、これ今日私が釣ってきた明治な。え、自分で食べればいいよ。え、じゃあ食べてくんないの？悟空見たいから。リクエストしましたよ。だって動画でやってたよね。やったよ。ファン待ってるよ。そっか、待ってるか。じゃあやんないとね。うん、うめえな。今のちょっと微妙だったよ。よかった。どう？ポコタどう？何点？4点、それ何点中？150点、まさかの150、うめえな、違う厳しい、早っ、うめえな、あーちょっと近づいた、上がった、うん、10点ぐらいになった、8点、倍遠いね、マルチックスメーカーやりますよ、ママ似てる、言っていい、似てるって言ってくれた人あんまいない、手合わせてください、ごちそうさまでした、ごちそうさまでした、ご飯も食べ終わったし、うん、みんなで、うん、ゲームじゃ、うん、いいよ、え、何のゲーム？で最近さ、ちょっとハマってることがあって、うん、いろんなキャラクターが Google で何かを探すってなったら何考えるのかなっていうのを夜にずっと考えてるわけ、やば超暇人そうそう、でもそれ考えすぎると意外と寝れなくなるぐらい考えるだろうな意外じゃないよね、意外じゃない、眠れなくなるねだからそれをちょっとみんなにもこう気持ちを味わってほしい、ねえ、なんかやるじゃん今日、タラちゃんが Google 検索で何か検索しました。タラちゃん。タラちゃん。はーい。それイクラちゃんかな。イクラちゃんか。さて何を検索したでしょうか。はい、ポテチ。タラちゃん。三輪車油の差し方。鼻水出た。なんで？自分で整備してんの？そう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 よ、自分の大切な乗り物じゃん、ちゃんとこう調べて、この辺ですとか言ってる何点？何点？150点満点中4点、うん、4点、第2問いこうね、うん、
浦島太郎が Google で何かを検索しました。はい、みんちゃん。はいはい、竜宮城坪田か。ね、金の匂いしかせん。金かね、売るの売るのよ。早い、すげえ、すごい。だからピーンって来ちゃった。悪知恵だね。そう、うん、そうね、売るんだもんね。不遊走で売るのよ。不遊走って。桃太郎が Google 検索をしました。はい、ポコだ。え、私、うん、桃人間寿命。桃人間。こよし、片付けるか。寝よっか、早く。そうだね、片付けたね。寝ますかね。はい。なんでお揃いのパジャマなの。だから。だってみーちゃんがもうちょいちょい泊まりに来るから、私の替えがもうみーちゃんのものになったって。ねえ、弱そうじゃんこれ。弱そう。お姉ちゃんなんで着替えてないの。いや、私ちょっと用事があるから帰るわ。あ、帰るの。帰る。え、何そのぬいぐるみ。ハチと一緒に寝ようと思って。シエ、ポリス、あ、駅長さん。あ、駅長。うん、かわいい。喋るんだよこれ。え、ハチ。喋るの。ちょっとさ、ちょっとさ、ポテチン持ってきて。ハチ。ハチ気に入った。気に入った。え、それ一日じゃなくてさ、うん、あ、うん。何気に入った。気に入った。うん、え、ちょうだい。ちょ、あ、そんなに。ちょうだい。そんなに大事な。いや、視聴者の人にもらったけど、かす、かす、か、あげていいかな。え、じゃあ、かして返す。かして返す。かして返す。借りて返すから。いいよ。い、どんぐらい。どんぐらい、うん、一週間ぐらい。あ、ほんと。ほんと。でも、一週間、一ヶ月。いいよ。あ、ほんと。いいよ。いや、持って帰る。連れて帰るわ、この子。いいよ。持って帰ろう。持って帰ろう。大丈夫、大丈夫。いるから。え、でもそっちももしかしたら、また今度来た時、さらに来るかもしれないから。交換。え、交換しよう。え、でもね、うちの子だもんね。もう多分1ヶ月経ってもね、返さないかもしれないから。お子さんの家にいたいって言うから。あ、そう、待ってる、きっと。じゃあたまに会いに行っていい。なんで、なんで。え、ダメなの、ダメなの。だって視聴者さんも私にくれたと思う。あ、いや、わからんけど、それはわからんけど、わからんけどね。適当に。じゃあ帰ろうかね。大事に。おやすみ。おやすみ。バイバイ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 。帰ったね。帰ったね。本当に帰ったね。二人っきりだよね。怖い。目が広い。目が広い。目が広い。モザイクかよ。帰ったね。帰ったね。どうした？寝る？もう。みーちゃん酔っ払って眠いでしょ。眠いよ。目がね、目がね。目が広いだから。目が広いだから寝るか。ちょっと、あっちの部屋の電気めっちゃついてる。ちょ、これじゃダメだ。
電気つけても起きないよね。大丈夫、作成してる。電気つけまーす。みーちゃん、やりますか。よし。はい、みーちゃんこれ。大きなですね。どんだけ起きないの。だから死んでんのかなと思って生存確認。じゃあポテチンはゲームとかアニメとか好きだよね。うん、だよね。うん、あ、じゃあ とりあえず起きて、起き上がって。おはようございます。おはよう。うん、うん、なんでいるの。じゃあポテチ、うん、勇者が目覚めました。あ、うん、うん、ま、漫画とかね、ゲーム好きでしょ、うん、よく考えて。勇者が目覚めました。最初に言った言葉は？勇者。何？300年も寝てたのか。たどたどし。うん。じゃあ次は、うん、一緒に戦ってる仲間にかっこいい一言。戦ってる仲間に。安心しろ。お前の背中は私が守る。かっこいいね。めっちゃかっこいい。いい読みやってて。うん、何これ。ニトリって言ったんだけどさ。ごめんね、ちゃん。全然私鳥に見えないんだよ。これ何？これ何？サイ。何なの？当時のサイン。ああ。